寒いですね、やっぱりこの時期は。僕らがちっちゃい時っていうのは、寒いってなったらこたつでぬくもるとか、その場でジタバタして暖を取るとかね、そんなようなことしかできませんでしたけど、今はいいですね。今岡製菓さんの生姜湯、畑から抜いてきて洗ってすってお湯沸かして飲むの大変だったわけでしょ。このちょっとした袋でもうできちゃうわけですからね。粉に対してこういって、ホットカルピスじゃないんですよ、これでできちゃうのも。いただきます。うまい。完全に溶かすんじゃなくて、ちょっと最後のところにいい加減に溶かしてですね、こう飲む。これ分かりますかね、飲み終わった後にこういうミルキーウェイができるんですね。最後のところの充実感でね、グッと上がります。今岡製菓さんのレモン湯、昔だったらですよ、レモン湯飲もうと思ったらもう山の上の方まで歩いていって、真っ暗でしょ、夜に飲もうと思ったら、どのレモンにしようかな、まだ熟してないレモン取っちゃダメだしなっていうことでね、レモンを選ぶとこから大変だったわけじゃないですか。でも今だったらこの粉のところにちょーっといって2、3日したらよーく見るとシーモンキーが生まれそうですね。シーモンキーが生まれそうだ。いただきます。岡山県の美星町の山の上から見たかのような天の川状態になりました。でも僕ら子供の頃はこんな未来が来るなんて思ってましたかね。だって昔はですよ、わざわざ茶畑まで歩いて行ってですよ、積んでカゴに入れて何日かかけ薄で引いてなんてことをやるのかな。そしてやっとできた粉で抹茶片栗粉を作って、ところが今これにこうお湯を入れれば、あれ、これは人知れない神社の裏にある池の水の色じゃないですよ。なんか大麦若葉とかケールとかも入ってそうですけどね。で、これでもすぐいただけると。うまい。抹茶片栗うまいな。こうなりましたね。飼ってる亀に餌やったらちょっと食べ残したとか、その後の分泌物的な雰囲気もしますね。どっちにしてもこれ、うまい。小さい頃イメージしてた昔のねイメージだと、車って21席空飛んでたじゃないですか。しかもあの空飛んでるって言ってもチューブの中を浮いてたよね。今思えばせっかくの未来なのであればね、そんな狭いとこ通らさなくてもっていう部分はなくはないんだけども、あんまりすっ飛ばした未来を描いてしまうとありえないよってなっちゃうとダメなんで、ああそうなのかもしれないって思わせるためのイメージの足かせ、あのチューブがね、家督隊が無線みたいなので本部と連絡を取り合ったり、隊員同士で連絡取り合ったりしててね、相手を呼び出して話するわけですよね。生えた隊員、応答せよ応答せよ、相手を呼び出すっていうね、そこの部分が足かせなんじゃないかと思うんですよ、ね、ウルトラ警備隊だと手にねテレビ電話つけてましたけども、あれがですよ、もし超未来になって相手を呼び出すとかがなくてね、もうすぐこう明日の晩飯何食べたいとかって言うとカレーとか答えてくれるみたいな、それおかしいじゃん、相手は今何やってるか分かんないのにって思いますよね、現代の僕らの常識レベルからいくとね。ところが超未来になると、相手が喋るであろうことを予測するとか、相手の時間とかっていうのを乗り越えてうまいこと会話が成立するみたいな技術ができるかもしれませんよね。だけど今それを描いてしまうと、何それ絵空事じゃんってなるんです。だから相手はやっぱり今呼び出さなきゃいけない、呼び出せない場合は会話が成り立たないっていう足かせをつけてるわけですよ。マイノリティリポートとかスターウォーズのあの R2D2 がホログラム出すじゃないですか。ああいうのはね、なんかどっか絵空事っぽい気がするっていうのは、何もないところに投影してそれ触るとか反対側から見れるとかっていうのはなんかちょっと納得できないんですよね。まあ昔の人類であればね、静電気だってもしかしたらわからないということだったかもしれません。車がチューブの中を飛んでたっていうのは、あの中に磁気なのか気圧なのか、なんとなく納得できる何かがあるんじゃないかなって思わせる何かがあったよね。2015年はあれですよね、バックトゥザフューチャー2の未来の世界の時代にもうなっちゃうんですよね。車ビュンビュン飛んでましたよね。いや、この前ツイッターでステファン・クラインさんとかっていう方がエアロモービルっていうとこ、空飛ぶ車完成しました、皆さん発表しますということで記者会見した内容がね、動画とツイートで流れてきてましたけど、あれ見た第一印象はね、あれ飛行機じゃねえかな。バックトゥザフューチャー2の車も飛んでたけども、まだギリギリ飛行機じゃなくて車じゃないかなって思わせてくれたのは、なんかこう道路をイメージするような、こうポツポツっとなんかこうあったよね。そこをこう走ってたもんね。走ってたっていうか飛んでたっていうか、ああいうのがあればね、車だって僕ら思うわけです。やっぱ車は浮いてるとか地面についてるとかじゃなくて、決められたところをこう行き来してるっていう、そうじゃないと車っていう風な思えないね。あのエアモービルは
自由に大空飛んでましたからね。でも今あれですよね、トヨタさんとかね、いろんなメーカーさんはもう作ってるんですよね。だからね、結構デリケートな問題もあると思うんですよ。技術的な問題だけじゃなくて、僕らがそれを車って思わなきゃダメなんですよ。飛行機じゃんって思っちゃったらいけません。法律とかさ、人のイメージとかってね、やっぱりその共通認識の上に成り立つから、あれは飛行機だよねってなっちゃうと、道路交通法じゃなくて航空法適用になっちゃうから、そうなるとね、離発着は空港でってことになりますよね。そうなるとね、どうなんですか、それはもう、ただの飛行機ですよね。でもエアーボードも飛ぶらしいね。決められたなんかシート引いて、その上で飛ぶんでしょ。飛ぶっていうのはすごいわ。今日ね、ディーラーさんに行って自動車の納車の説明を受けたんですけど、我が家ではね、車に詳しい人が誰もいなくて、普通ならあれでしょ、車買う前って言ったら、もちろん車は 見るし、見て触ってみるし、なんなら試乗してみたりとかね、最低でもカタログを見ていろいろ検討してとかっていうのするわけですけど、我が家はそういうことしません。もうね、納車の、もうちょっと雪降るらしいですよ。やっぱ寒いからね、あったかいの行きましょう。納車のタイミングで初めて、あ、こういう車だったんですかっていうね、そういう状態なんですよ。この運転席のこっちのドアのところにね、ジョイスティックついてたんですよ。ほら、ついに車もジョイスティックの時代ですかって思ったわけですよ。したらまあディーラーさんがね、即座に、あ、ティラメノさん、それはね、ミラーの角度を調節するやつですから、すぐ教えてくれたんですけども、もうそれぐらいじゃがっかりできません。もう気持ち上がっちゃいますからね。ジョイスティック来たこれーですよ、ずっと。でもよく考えたらジョイスティックってすごい名前ですよね。ゲーム機についてたあの棒ですけども、ジョイスティックと対になってたあのボタンのことはジョイボタンとは言わないよね、なぜか。なんであれだけがジョイスティックなのか。ゲーム知らない人にジョイスティックって想像してもらったら、多分ゴルフのクラブとか竹馬とかバットとか釣り竿とか、そんなの想像するかもしれませんね。喜びの棒ですからね。車あれですね、アイドリングストップだとかスリップ防止をオフにする機能だとか、いるのかそれって思いましたけど、ほっといても進化してますね。すごいと思います。まあほっといてはないんだけど、皆さんね、研究開発日々努力されてるんだと思いますけどね。今岡製菓さんもすごいです。日々研究努力された甲斐があります。抹茶片栗めっちゃうまいですね。ってことで、寒い時期には生姜をね、飲んでいきたいと思います。これ、尾道の会社さん。